最近ね愛についての本を読んだんだです愛についての本っていうか分かんないこれ愛についての本なのか分かんないけどこれなんか日本でさだいぶ前にさ結構ベストセラーでなんか大学生の時とかに結構読んでたんだけどなんかその時あんまり理解できなかったけどなんか今最近読み返したらおおっとしたらねこの本にね「なんか愛は落ちるものじゃなくて育むものです」って書かれてあった,あったの。だから極論誰でもいいんだって。 でもさ世の中の人さ、みんなさ、愛とかさ、落ちて、落ちてるっていうかさ、世の中の人はさ、みんなさ、なんか、こういう、こういう人がいいって言って、な、なんだろう。う世の中の人さ、この人に落ちるって、この人と愛を育むって言ってさ、そんな愛を育んでる人いるのって思って。いるのかなわかんない、いるのかなだからね、極論ね、誰でもいいんだって、愛は。えぇーそんな人いるのそんな人さ、いるのかなそんな、 そりゃね、もし、この地球に、例えば、男女、男の人と女の人、二人、一人ずつしかいなかったら、まあそりゃさ、愛していくしかないからさ、まあできるかもしれないよ。けどさ、地球にはさ、何億人っているわけじゃんそれでさ、誰でもいいって言われたらさ、えぇーみたいなどうなんだろうお見合いとかお見合いとかはさ、 お見合いとかの人の人話かかなこれってお見合いとかだったらさまあお見合いもさ最近あんのかなまああるのか,、まあ、あ,るのかあと愛するって決めるってからはさ多分そこからはさ愛は育むのだと思うのだけどさ最初の部分ってさ落ちる落ちないでどうやって決めんのよと思って分かんないけど皆さんは思って,ってえだってそう思わない分かんないどう思うみんなえ愛ってだから結論マジで誰でもいいんだって に落ちたいんですけどと,思ったということでバイバーイ